ははい皆さんこんばんこばエンンジニアリングの山下です、えー、今回はですねやっと、えー、ほぼほぼ完成した、えー、16号機ですね16号機と、えー、今お預かりしている8号機について、えー、少しお話ししていきたいと思います。 こちらは8号機です、えー、サイドスタンドの加工で、えー、お預かりしましたでこれが今制作している16号機目ですねもうほぼほぼ、えー、出来上がりつつありますただちょっとそのタイヤの事故の関係でちょっと今このリアタイヤはあのトイボックス良さんから一時的にお借りしている えー、タイヤになりますそれでですねその間にちょっと組み上げて行こうかなっていう感じだったんですけどその間にですねちょっとマクシスのタイヤが在庫がないということなので、えー、ちょっと手配してきました今ちょっと映ってるんですけど、えー、ヤフオクで部品取りのバイク、えー、買ったんですよ、えー、ちょっとこの辺もお話ししていきます。 はいヤフオクで部品取りで買った TW ですねあのー、マキシスが新品が付いてたんですよ、えー、なのでこのタイヤをですね外して、えー、これから組んでいこうかなっていう感じなんですけどちょっと何分 <laughs> 事故の後なんで結構ビビってたんでこれを最後の、えー、なんか作業にしようかなっていう感じで、えー、いましたなんかフレーム格好 としたり、まあ200なんですけどはいでフロントタイヤもね何か似たよの履かしてあったりとかしててはいまあフロントドラムなんですけど、はいまあ、この子もちょっと動くようにして何かするかもしれないんですけどまあちょっと今のところ未定です、まあ、とにかく、えー、このマクシスをですね有効活用したいと思っています はい、えー、部品取りからリアタイを外しました部品取りすごいですよもうあの多分このまま全部塗装してあって結構ワイルドな仕事ですねもったいないもうなんかそのまま上から塗っちゃったような感じなのでいろいろ大変だと思いますね復活させるには。 まあちょっとこの子は今後を考えるとしてですねえとりあえずえ外しましたこれこの前回あの破裂したデューロですね今回こっちが部品取りから外したえーマキシスですなんか印象的にはやっぱちょっとデューロの方がちっちゃいんですよ外形全然やっぱちょっとマキシスの方が大きいんで えー、比べてみるとですね、まあ、乗せるとちょっと分かんないかな、乗せるとちょっと分かりづらいんですけど、若干ですね、若干マキシスの方うが、えーあ、カメラじゃ分かんないな、よいしょ、若干、あこうすれば分かるか、若干マキシスの方が大きいです。 で触った感じなんですけどやっぱちょっと硬いんですよねデューロ全体的にマキシスの方が触った感じもちょっと柔らかいんです柔軟性がある感じなんでで、えー、ちょっとこうやって乗ってみると硬いんですよ全然へこまない僕体重、まあ、5 0キロぐらいしかないんですけどはいでビッグホーン乗ると結構ペコペコっと。 潰れるんですよねなのでちょっと破裂した原因とかってやっぱちょっとタイヤの柔軟性とかも関係あると思いますまあロットとかで変わるかもしれないんですけどもう多分ちょっとマキシス以外のタイヤは組まないと思いますねはいやっぱりベストマッチは デザイン的にも太さ的にも、えー、マキシスが TW には一番合うかなっていうのがちょっと、えー、分かったので、はいまあ、その事故の教訓とかも生かしつつ、はい、あとこの部品取りも、えー、ちょっと生かしつつせっかく買ったのでとは思ってるんですけど、はいえー、とりあえずこれを225のリムに組んでいきたいと 思いますはい、えー、TW が2台ですねこちらが8号機こちらがええー、完成しつつもうほぼほぼ完成の、えー、16号機です16号機は、えー、YSS の s ス s ですねまあたまに、えー、YSS の s ス s をつけた TW 制作してるんですけど YSS の s ス s と えー、今回 FCR33& 今回エンジンがですねえっ、ー、と225から、えー、243にボアップした、えー、チューニングエンジンですね、えー、かつ6速仕様に、えー、なっていますあのー、はいなかなか速いです、えー、なのでちょっとセッティングなかなか 手間取ってですねはいあのー、見えるかなあ見えない7 0キロぐらい走っちゃったんですよもう7 0キロも乗っちゃったんでちょっとオーナーさんにはなかなか、えー、お待たせしてる感じには、えー、なっています、はい、もうでもほぼほぼ出たかな はい、もう下から上までもうめちゃくちゃ軽くもう鋭い吹き上がりです、はい、いい感じですよ、えー、っと8号機も SR なんですよで今回あのなんかスタンドをですねちょっと突っ立ったような感じだったんですけど、はい、スタンドをちょっと短くしてほしいということなのでスタンドを短くしましたはいスタンドの加工でもうちょっと今 FCR のセッティング見直したんですけど若干クラッチが滑ってるかな高回転で結構分回すとクラッチ滑ってる感があるんで、まあ、クラッチをオーバーホールしていようかなっていう感じですただちょっとまだ、えー、オーナーさんに確認はしてないのでちょっとご連絡して、えー、クラッチをオーバーホールするかどうかをちょっとはい、えー、相談したいと思います 思っていま,すまあ8号機はねバッテリー仕様なんで、えー、こういう連想系が多いんですけどあのメーターとかもデイタナだしでウインカーもこのマイクロウインカーついたりするんですけど16号機は割とシンプルです。バッテリーレスではいアナログメーターまあいつものヘッドライトで。 エーバーエンドウィンカーって感じですねあの走りに振ったような印象です、まあ、このルックスで走りに振るっていうのは、まあ、どうなのかなっていう思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、楽しいですよはいあのこのルックスでねなかなか曲がれますからね、はい、YSS のサす若干長さが純正サすよりも短いので まあ結構上げたんですけど若干車高低いかなって感じですはいなんで8号機の方が車高高いですね乗ってみると、まあ、そんなに感じないですけど2台でねあのー、この迫力なんではいでもどちらもあの都内の方なんですよはいなんであと今都内の方 TW 乗ってる方 いらっしゃるのでそろそろ TW でこう原宿とかジャックする時がえー、来るかもしれないです、はい、その時ちょっといろんな方に声かけますのであのー、ご協力をお願いいたしますはい楽しみですあここにこれトイボックスりょうさんから借りてるえー、マクシスです やっぱねリム組んでると結構でかいんですよはいちょうどね下にねあれなんですよねあの破裂したタイヤ置いてるんですけどもう外形全然違うやっぱりリムはまあリム履いてるってのもあるんですけどねマキシスの方が全然外形でかいですなのでもう TW はマキシスですねはい決まってます で奥にね、あのー、部品取りの使い道に迷っている TW ちゃんがいるんで、はい、この子どうしようかな視聴者プレゼントします欲しいですか誰か <laughs> これ TW200 ですけどちなみに多分まだエンジンかからないですいやキックもしてないですねはいとりあえずタイヤだけ取りましたローセンも取っちゃうかな そういういい感じでではいるんですけど、はい、ちょっっと今迷ってま,すまあちょっとまだまだやらなきゃいけないこと SRV とかもやりたいしねちょっとこれ今ご近所さんのお預かりの TR なんですけどこれもちょっとカスタムの途中なんで、はい、まあまごもとした、えー、仕事もありで横断ーーもちょっと最近ねちょこちょこ入ってきてるんではい。 あのちょっとでもやってるかといったら早めに、えー、お声かけしていただけると助かりますはい、えー、稲妻と TW いブ5 0万入ってますのではいありがたいですねこのご時世に予約があるというのはすごいありがたいですはい、えー、今回は TW2 台ですね8号機とお預かりしている8号機ともうほぼ完成した16号機について、えー、お話ししました まあ2台ともね、あのー、FCR なんですけどまあボアアップエンジンだからねまあスペシャルチューンエンジンなんでも吹き上がりとかも全然違うしまあでも225に FCR 組むだけでも、まあ、十分速かったりとかするんですけど、まあ、やっぱりそうですねボアとかいろいろやってると全然まあ別物のえ走りにはえなりますね、まあ、そこが結構 TW のエンジンの面白いところだったりとかまあするんですけど、まあ、僕はまあそこまでこうチューニングとか あのー、こだわりはない、まあ、速い方が好きですけどね、まあ、特に自分が制作するバイクは、えー、そこまでスピードを求めてないので、はい、っていう感じでは、えー、います、まあ、でも16号機はまあ本当に今までで一番なんか全部乗せというか、はい、スペシャルスペックですねはいそういう意味ではスカラベオがね思ったほどまあ分かってたんですけどね誰も見ないっていうのははい スカラベアもいいバイクなんですけど、えー、部品を待ってます。はい。なのでちょっとスカラベアは乗ってません。はい。えー、なのでちょっと今別の足を入手しました。はい。まあ、機会があればその話もするかな。はい。っていう感じになります。はい。えー、今回は久々に T-W のお話でした。はい。今回もご視聴ありがとうございました。では皆さんまたよろしくお願いします。 ありがとうございました。